Oh, okay, okay. Oh, no, we're getting it. We're getting there. All right, Shinsuke on the ones and twos. Okay, I was doing the streaming stuff. Ah. So I think they don't know how to like change it. Like, it's like complicated things. Demo, recently I'm just doing the streaming stuff. Ah. But I haven't done the melee streaming stuff for like 3 months. Mm. And I forgot about because it's not HDMI. Oh. So I'm doing the ultimate like streaming stuff. Ah. And I bought like a lot of like equipment things, but it doesn't work because it's not HDMI. Got you. So I've noticed that. So mm-hmm. Axe also did a lot of the upward angled for. Ah. ちょっと上に向いた浴場. Yep. がめちゃくちゃ. あの Peach はほぼ その あの 高さで. うん、そうだね. そう. が一番いい. が一番いい. うん. で あの その 浴場だけが. あの 結構 ピカチュウが. あの役立つ。そうね、そうね。 Here comes the stitch. しかも 吹き飛んでったね。そうですね。 Okay, and it's gone. ピカチュウ側がここでストック取るのやっぱり上鏡をこう斜め下に落とすそのメテオみたいな感じで早期撃墜するとかってしないとストック先行されると辛いよね。そうですね。それかまあ上様。そう、上様が上様はあのなんだブッパしかない。そうそう、一応コンボできないから。コンボできない。そうだからそれが辛いんだよね。そうそうそう。でダメージを一番取りやすい空中攻撃があんまりダメージたまんないから、で近距離戦はやっぱりピーチの方が強いんだよね。そう、なんかやっぱアルマーダだよね。そうそうですね。無敵の攻撃判定ので接近戦はさすがに勝っちゃうから。 いやアルマーダのピカチュウ戦見るとマジであのへっこむかも。やばいよね。マジでへっこむかも。本当に無敵戦艦だってなるからね。そうですね。そう、ここで高度を下げたいんだけど上から帰ってくるのはやっぱ分かってるね。そう、あれでね、下がってこうやって崖に行ってたら取れるんだけど、強力。俺の見る限りあのこのカードで勝てるピカチュウはとにかく天才。ピーチピカチュウ、ピーチプリン、ピカチュウプリン、どっちが、ピーチプリンもそうだけど、そっか、そういうことか、そこが結構大変そうだな。でも、OB のトーナメントでマッスンプリンと当たって勝ってて、そうですね、その敗者は俺と当たったんで、俺ずっと見てたよ。そうですね。まあ少なくともプリンは死ぬ。あ、そうだね。ピーチは重いから重たいか。残るね。そこがもうまた難しいね。そう、バックエアに勝てる攻撃があんまりないんだよね。そうですね。ニュートラルとかでこう行かないといけないけど、ブン。はい。 It's hard. はい。 The back air is too strong. そうですね。 Oh, the back air neutral is very very. Oh, and 46. It hurts. So much for the damage. ちゃんと Ryan をキープしてる ship. The most difficult part. Yeah. Oh, and he catches. And this is strong too. Like down air. So ship. そう。やっぱね、持続が長くて。 ピカチュウ待てるのがいいね。ああ、そうですね。空中にいてね。はい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 。もう一回打てれる技があるのもいい。何よりシップがうまい。はい。ずっといい位置にいるから。そうそうそう。オミードの差し込みはちゃんと低くし。で、辛いところで、ラインをちゃんと潰すから。そうですね。あんまりこう駆け回れないっていうので。めちゃくちゃ分かってる。そう、そのライン。シップが。おお、ナイス。受け身ない。ヘンデダウンスマッシュ。おお、何の隙もない。シップ。何の隙もない。いや、シップ。おお、いいね。ピカチュウって感じ。美味しく、ピカチュウって感じですね。そう。This is a true Pikachu player. It's nice that it's nice that you can get that. Yep. You need something like that. I haven't seen Shippu attending Battle Gateway for a while, so it's like, yeah. So he wasn't attending that much for singles. He attended like doubles. あ、ダブルスあるんだ. ダブルスあった. え、俺参加したい. そう。あ、いや、last time, last time, last Battle Gateway. It was like 2-8.
Because it was like World Tour thing tournament, so it was, I was doing on day two things. So but in Japan style, 2 days is really difficult to attend because, you know, working things. So, I haven't seen him playing on singles, and once he attended, he dominates like this. So. Yeah.なんかね、懐かしくもね、あり嬉しくもあるね、はい、昔から活躍してる選手がこうやってまた活躍してくれるとね、あの予選だってさ、あのシップ対グッチやったよ、そう、はい、あれしかもあの惜しかったよ、そう、バトルゲートウェイのグランドファイナルだもんね、はい、オールドオールドグランドオールドのオールドオールドバトルゲートウェイグランドファイナル、はい、シップ VS グッチがプールズでやって、うん、いや嬉しいですね、そういうの 見られて懐かしいもん。で、懐かしいが、よ、インゲンさんはともかく。おお。うわ。なんだかジャンプが消えちゃって、ね、そういう状態だったのかな。うん、シップが、うん、電光石火が効いたかもしれない。はい。これがピカチュウ。この状態だとピカチュウ結構気持ち全然違う。1ストック先行したいんでね、はい、このマッチは絶対に、はい、先行されると取り返すのが本当にきつい、うん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 、し先行してるとできる復帰阻止とかも増えてくるからピカチュウもこういうさ、こういうどう言えばいいだろう、あの城の下、うん、なキャラ、うん、がこういうのが多い、あのヨシだってそうだし、ヨシもそう、先行したらすげえ強いんだけど先行されるとめちゃくちゃ辛い、逆転はなかなかしづらくて、うん、そう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 、はい、こっからそう、うん、いいねいいね、まあ、大事大事大事、はい、俺は上スマを打つやつだぞっていうプレッシャーを出すことによってはいはいはい、おこいつおーおお回避してはいおーあーそっかそこなんだって、むずい、ね、むずいっすね、うん、さあここ降りれる？降りれた？あーちょっとスマッシュ？ダメージ結構入ってしまったけど、でもこれもう上スマッシュで、そうですね。倒せるパーセンテージだけどどうする？下強。おお強気。あ横強いいね。うん。うわおあーあーいろいろいろやばかった、うん。ちょっと今回の試合シップアンラッキーストックが多い。そうですね。アンフォーチュネットな。ポケスターで全くそういうのなくて、うん、そう、めちゃくちゃ硬かったんだけど、めちゃくちゃ、さあここでストックを取りたい、なんだったらトレードしてもいいからね、そうですね、復帰阻止しに行って、結構強引な空中上で、それもピーチのいいところ、うん、別に、何の技でも一応撃墜できる、パワーがあるね、そういうのはね、やっぱりいい。うん大事です、うん、ですね。強みだね。そうめちゃくちゃ。ピカチュウは本当に変な空上か上スマぐらい。そう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 。撃ついたからね。少ないからね。うん、まあ、まあ、一応雷もあるけど。そうですね一応。うっ。おお危ないじゃん。ガードした。えらい。あ痛いね。どんどん追いついてきたね。ダメージそう、うん。ダメージ溜めてくる。シップのカムバックが雷入るのかな今ちょっと怪しいところだったあー分かる He wanted up smash but he got the full jump yeah full jump ジャンプちょっとうぅーフライパンスマデラ一番痛そうなそう攻撃ね音がね、はい、全然飛ばないのにランク1のそうランク1 おー DBZ ここはおーこの上スマはいいは正直、下スマが勝つんじゃないかと期待してたんだけど、なんか上スマ勝ったね、早かった、上スマ。いや、めったに負けないですよ、その、ピーチとして下スマはね、めちゃくちゃ強い、はい、前に投げて、あ分かる、そうだよね、うん、それが一番狙いたいよな、はい、しかも、ピカチュウが唯一、そこまでいく。行ってもそう帰ってこれるそう問題なくそう無事にお うわいい下強えらいおおいいダメージさあ上スマッシュ見せてはい威嚇してるよピカチュウうんさあここから空上ぬダメージはいい感じあといい感じもう 20% くらい貯めたら上スマッシュ根元だったらうん十分バーストもありえるがピカチュウのダメージも
上がってくる、そう上がってきてるのでそろそろ空中前怖いね。うっ、ああ he was、 うっ、帰ってくる、いいか、はい、上 B OK、 うわお、どうする、どうする、お上投げ、おー小実のりどうする、あーバケー、今めちゃくちゃあのスペシャルのピカチュウみたいなコンボを狙うとして確かに確かに、あアルティメットだった。さあというわけで、うん、ルーザーズセミファイナルはそれだとスケルゾシップだね、一人の海外勢しか残らない、そうラストオーバーシープレイヤーですね、はい、スケルゾ、そう逆に日本防衛するシップなあ、そうフラッシュが今あのこれだと日本勢やばいって言ってた言ってたが、がここでね、そうですね、スケルゾー、まあでもスケルゾーもね、うん、結構長く日本にいたから、あそう日本勢みたいなところあるかもしれない、そうなんですか、そう、いつから、結構前、3年前くらいに、1年くらい、あ来たんだ、あ いたあの勉強で来ていて、滞在してて、おごめんごめん、そうですか、そう滞在してて、でここのレッドブルゲーミングスフィア東京っていうところでスマパっていうとウィークリートーナメント、あそうなんだと中目黒に、ね、ジャットっていうウィークリー